日本商工会議所は日本各地の商工会議所を会員として組織される団体。日本経済団体連合会、経済同友会と並ぶ経済三団体の一つである。かつて日本商工会議所が入居していた東京商工会議所ビル商工業の振興に寄与するため商工会議所間の意見の総合調整や国内外の経済団体との提携を図る機関である。 中小企業など約125万社が参加する。経済3団体の中で最も歴史が古く、唯一商工会議所法という法的根拠に基づく。商工会議所の代表者は、回答と呼ばれ、慣例として東京商工会議所の回答が日商回答を兼務する。歴代の日商回答については下記を参照。回答のほか副回答11人が、 会員の商工会議所回答から選任される。他に、常議員として、函館商工会議所回答他全国49の商工会議所の回答が選任されている。日本商工会議所、各地商工会議所主催東京商工会議所、各地商工会議所主催大阪商工会議所、各地商工会議所主催カリアックは、日本商工会議所と全国の商工会議所が、 共同で1993年に運営を開始した研修・福利構成のための宿泊施設であった。浜名湖藩にあり、商工会議所の会員以外でも利用できたが、経営不振と建物の賃貸借契約の終了により、2013年9月末に閉館した。なお、運営会社だった株式会社カリアックは、墓地検定や販売試検定のテキストを出版する。 企業として存続している。ありがとうございます。